ドクタースランプあられちゃん、ドクタースランプあられちゃん、ドクタースランプあられちゃん、ドクタースランプあられちゃんは、漫画、ドクタースランプを原作とした1981年4月8日から1986年2月16日まで、フジテレビ系列で、水曜19時19時30分に放送された、テレビアニメ、一連のメディアミックス作品。当時投影動画、現、 東映アニメーションのアニメ映画プロデューサーだった、今田智則が、ドクタースランプのアニメ化を支持し、主な制作会社は元より、在京キー局までもが、アニメ化権利をめぐって争奪戦を繰り広げたが、ジャンプ編集部はどちらかといえば乗り気ではなかった。当時多くの出版社がそう考えていたように、読者がアニメを見て事足りてしまい、雑誌や単行本の売れ行きが落ちるのではないかと懸念したためで、ある。 そのような状況の中、フジテレビは当時編成局長の職にあった、ひえ久ひが何度も集営者を訪ねて、要請したというほどの熱烈なオファーを続け、その熱意に集営者側が答える形で、アニメ化が許諾され。また、この際には、テレビ局の局長級幹部が繰り返し訪れたことで、ついには、集営者側の経営陣もことの成り行きを、傍観していられなくなり、最終的には、 もはや、雑誌編集部とテレビ局のアニメ部門の問題ではなく、収益者とフジテレビの全体の問題であるとして、事実上の経営判断という形で、フジテレビでのアニメ化を許諾したというエピソードがある。このアニメの放映開始は、単行本の大幅な部数増や、これに派生したキャラクター商品による半券収入など、収益者の想像をはるかに超える莫大な、相乗効果を生み出した。 それは、修営者そのものの業績にまで影響を及ぼすほどの規模であり、これ以後、修営者は、自著作品のアニメ化に積極的になり、後続の初作品についても次々とアニメ化をされてゆくこととなる。また、本作で組まれた、修営者、東映動画、現、東映アニメーション、フジテレビの組み合わせの放映枠は、本作以後も、ドラゴンボール、ワンピースと、 四半世紀を超えて続き、現在でもスポンサーを含む関連各社にとって大きな収益源として機能している。本作以降、1999年のドクタースランプ終了まで、鳥山明原作作品が、約1 8年間富士テレビ系列の水曜夜19時の19時30分を占めることとなる。原作漫画のネタを使い切った1985年3月以降は、 完全なアニメオリジナルストーリーとし、テーマソングを変更するなどリニューアルを図ったが、視聴率が20%もいかなくなり、かつてのような勢いを取り戻すことはできなかった。翌年2月、同じく、鳥山原作の、ドラゴンボールと交代する形で放送を終了した、最終回の視聴率は27.6%。西村茂雄の著書、さらば、我が青春の、少年ジャンプによると、 当時の週刊少年ジャンプには連載1年未満の漫画はアニメ化させないという方針があったためフジテレビは人気が低迷してもドクタースランプの放送を継続しドラゴンボールがアニメ化できるまで待ち続けたとのことビデオリサーチの関東地区での調査で平均視聴率 22.7%1981 年12月16日の回第34話 地獄の死者チビルくんで最高視聴率となる36.9%を記録した。これはビデオリサーチがオンライン調査を開始した1977年9月26日以後に放送された TV アニメとしてはチビマルコちゃん、サザエさんに次ぐ歴代高視聴率第3位となる数値。関西地区、関西テレビでの最高視聴率は35.7%。 1982年1月27日放送会。このような爆発的人気により、それまで水曜19時台前半枠で民放トップに君臨していた霊感山間第6巻朝放送制作テレビ朝日系は当アニメに視聴率を奪われてしまい、1984年10月には終了に追い込まれた。同じく裏番組だったアニメ第2作の鉄腕アトム。 日本テレビ系も視聴率が4%からと低迷し、1981年12月に終了した。本作で使われているアラレ語は1981年に流行語となり、朝日新聞長官掲載のコラム、天聖人語、1981年11月30日付、でも取り上げられた。日本アニメ大賞第3回、1985年で、 貢献賞を取った。また、2014年12月19日放送の、探偵、ナイトスクープで、外国人の描く、うんこはという質問で、本作を放映している国は、とぐろを巻いたうんちを書くという結果が出り、本作の影響と言っている。この番組は1997年より、北朝鮮でも許可を得ない違法ではあるが、放送されており、 1997年当時、これを報じた毎日新聞社会面の見出しは、北朝鮮でも、んちゃだった。放送当時、日本テレビ系列で放送されていた、ズームイン、朝、の1コーナー、朝のポエムで、あられと山吹緑による、学園内でのショートストーリーが披露されている、声優も同一。これは、ズームイン、朝、 のスポンサーとして集営者も関わっていたことにより、実現したものである。放送中は、他のフジテレビ系特別番組にも出演。放送を開始して、半年後の1981年10月20日放送、オールスター紅白大運動会では、あられの着ぐるみ人形が、白組の応援として登場。赤組は、新竹鳥物語千年上の雨の森はじめ。 翌1982年10月27日放送の同番組でも引き続き、あられ人形が白組応援として登場。赤組は、俺たち氷金属の竹ちゃん万人形。この他、1982年9月27日に放送された、オールスター春秋の祭典スペシャル、秋の祭典では、本作の声優陣が出演し、同番組では、 唯一のアニメ声優参加となった。2006年12月30日放送の脳内エステ IQ サプリ第100回超特大生放送内のコーナー IQ ミラーで本作を元にしたクイズ問題アニメが放送された。本作は女子中高生にも人気を博し文房具関連の商品も絶好調でブームのピーク時の文具店では 売り上げの50%以上を占めることも珍しくなかった。投影動画によると本作の商品は70社から700品目以上が出ており実際のオファーはもっと多いというドラえもんが300品目を出して大ヒット商品になっていたが本作はこれを一時期上回り当時ドラえもんは売り上げが落ち込んだという 放送終了時までには85社から770種のキャラクター商品が発売された。しかし、ブームは1982年11月のあたりで収束傾向となっていったが、それを知らない親たちが子供たちを喜ばせようと、クリスマスプレゼント向けに本作の文具を買い込んだため、12月の年末、商戦期に入っても売れ続ける。そのため小売店に、 この調子なら1月になってもいけると判断させ、正月のお年玉商戦に向けて継続して大量に文具を入荷させるも、1983年1月に入って対象年齢層が自分で買うようになると見向きもされなくなり、結果、キャラクター文具の市場が急激に縮退し、小売店には大量の不良在庫が発生した。この状況を文具業界では、あられちゃんショックと呼ぶ。 この一件以降、文具業界は、テレビキャラクターの関連商品に警戒心を持ち、小売店側でも、文具のみならず各種キャラクター商品の入荷、在庫料などについて一層の注意を払うようになった。富士テレビ、東映アニメーション等の作品情報の未記載、シングル、YY ワールドは、オリコン。 TV 漫画、同様部門1981年度1982年度年間1位だった。シングル、あられちゃん温度も1982年度 TV 漫画、同様部門年間5位、オリコンと1位以内だった。ワイ更新曲は1985年度 TV 漫画、同様部門年間38位。主題歌は挿入歌、BGM としても使われている。挿入歌は、 30話から40話の間が多かったが、40話以降は、挿入歌が少なくなっている。通常は30分の放送構成だが、ペンギン村英雄伝説は、土曜日放送で、1時間構成だった。総集編、んちゃ、つおい、あられと、お友達は、1時間の総集編。タイトルコールでは、サブタイトルの後に、のまきとつけてアナウンスされる。TV スペシャルは、 通常の水曜日19時以外に放送することが多く、正月や大晦日、夏休みに放送されている。レギュラー終了後も、1990年、1992年と2回放送されている。2007年6月29日深夜2時50分3時50分に、初 DVD 化を記念して、ドクタースランプアラレちゃん SP ウホホイ。 帰ってきちったの巻というタイトルで放送された特番。中川翔子とフットボールアワーが登場人物のキャラクター紹介やベストエピソードなどを紹介する。ナレーションはのり、巻荒れ役の小山真美と富士テレビアナウンサーの巻原敏之である。キーワードプレゼントも行われた。系列は放送当時のもの。 オクレネット局の放送日時は1985年2月時点のものとする。アニマックスでは何度も放送しており、放送時間の変更も多いため、現時点のみの記載とする。1980年代から2000年に、テレビ静岡の夏休みアニメスペシャルで、毎年夏休みに放送されていた。東日本放送、福島中央テレビ、広島ホームテレビ、瀬戸内海放送。 朝日放送以上、テレビ朝日系列や、チューリップテレビ、テレビ U 山形以上、TBS 系列や、サンテレビ、全国独立放送協議などで再放送が行われていたことがある。2007年3月に前半を収録した DVD ボックスを発売。9月には TV シリーズ後半を収録した DVD ボックス、こよよ編の発売。 2008年10月から2009年1月まで全20巻の単巻 DVD を発売した。同年には劇場作品全10作が収録されている DVD が発売された。2018年にはコスから初のブルーレイが発売された。修営者アニメシリーズ、修営者カラーランドと2つのレーベルで出している。ここでは本作のキャラクターを起用した。 コマーシャル、CM をあげる。ふとじは、現在本作のキャラクターを起用しているコマーシャル。鈴木ハスラー、1982年7月12日から同年8月22日の間、中国新聞社の主催で、瀬戸内海の無人島、江の島、瀬戸内海汽船所有に、玄五郎島を再現して、玄五郎島めちゃん古代冒険が開催された。当時、江の島は、 海水浴のメッカで約4万平方メートルの土地にペンギン村の施設を再現した。地理的関係上1日最大約4000人しか入島できなかったが、船の乗船券と一緒になったパスポート入場券を販売。16万人の入場者を見込んだ。広島市近郊だけではなく旅客船などで全国から集客。前日に開催された海村式には、 作者自ら追日村長を務めた。期間内は8時20分から20分おきに船が出港。旅客船で40分、高速船で16分で島に到着した。島内には、あられちゃん神社、ウェスタンペンギン村牧場、あられちゃんびっくりランド、ゲンゴロウ村税関、ペンギン村病院、ペンギン村郵便局、ペンギン村交番、ペンギン村放送局、メインステージ、 コーヒーポット売店、プールが整備された。最終的には、約1 0万人が訪れた。入場券は、A 券と B 券に分かれ、A 券は、入場パスポート、入場券、往復船賃、管理費。B 券は、A 券に、ケース付き川製イラストマップ、参加記念バッジ、ビックリランド入場券セットされていた。楽しく、ご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。